て、スワックです。スワックですね、前回スワック作った時もお話ししたんですけど、スワックは、アーモンド型に作ります。アーモンド型っていうのは、下手くそですね、こんな感じ、こういう形で、ここで束ねて、ここに茎が出てる感じね。こういう風な感じで作るのがスワックの基本形です。こんな感じに作って、逆さまにして、こうやって壁に飾るね。から例えばですけど、長いやつ、次に長いやつ、長いやつ、こうやってこうやって、こういう風な感じに束ねていって、全体的にこういうアーモンド型に組み上げて、ここで結んで逆さまにして、壁にぶら下げる、それがスワックですね。それでですね、これが基本の形なんですが、別に正解があるわけでもなくて、例えば三日月型に束ねてね、こんな感じに束ねてスワック作ることもできますし、手前をちょっと重たくして、こんな風にして、なんかマガダマみたいな形、こんな感じのスワックを作って、こんな風にぶら下げるとかもできるんです。スワックって別に正解が実はあるわけではないので、皆さんのお手元に届いた花材に対して、ちょうど良さそうな形で作っていただければいいかなと思います。自由に作ってみてください。で、私はちょっと今回はこんな形、もしくは手前を重ためにして、ちょっとこう こんなアクセントが、この辺こうやってね、アクセントがあって、アシンメトリーになるような感じのを作ってみようかななんて思っていますので、さてやってみましょう。はい、それではですね、スワックを作ってみたいと思います。まずスワックを作るにあたって、花材をですね、種類別、あと長さ別に、きれいにね、分けておいてください。これ花瓶に飾った後のものですね。きれいに分けておきたいと思います。この辺がね、こういう準備がですね、作業にとっても大事なので、長いグループ、はい、こうやって分けていきます。それからね、あと輪ゴムを使います。ではやってみましょう。はい、まずですね、一番長いやつをこう中央に置きたいと思います。ちょっとカメラを動かします。こんな感じね、一番長いのを中央に置きます。もう一本長いのを中央に置きます。こんな感じですね。これをさっき変なイラスト描いたところの、この上に飛び出てるこの部分をこれにしたいと思いますね。アーモンド型に、基本の形のアーモンド型にスワックを作る場合は、1番長いの、2番目に長いの、その次3番目に長いのとかで順番に重ねていきます。こうやって順番に重ねていって、こういう風にアーモンド型を、こっからこういう風な感じにアーモンド型を作るんですね。
回の場合は一番長いの、ただ今度グッと手前に、アクセントを持ってきて、こういう感じにして、長いの短いのっていうのの、これこの2つがすごく長さ流れがあって、手前にグッとアクセントがあるこういうスワッグを作りたいなと思っているので、まずこの一番長いやつをこう中心に置いたら、この子をこの一束を輪ゴムで束ねておこうと思います。の方がちょっと作りやすいので、ね、こういう束を作ります。で、アーモンド型を作るみたいに、順番に長さちょっとずつ短くしていくんじゃなくて、これで一気に手前にドンっていう、束ね方をしていきたいと思います。やってみますね。さて、では行ってみましょう。これにこの長さ出したやつに、よいしょ、重ねていきますね。こうふーっと短くしたいので、長いのと短いので、ここが束になりますね。こういう感じ。そうですね、そもそもスワッグってなんだっていう話を私するのをちょっと忘れていました。すいません。スワッグって何かっていうと、スワッグは魔除けのために植物を束ねたりつないだりして作った壁掛けってことですが、スワッグです。なので、まあ、昔はクリスマスとか年越しにお家にね飾ってたんですけどね、がスワッグですね。ヨーロッパ発祥で、まあ、クリスマスのクリスマスリースもそうですし、あとその他こういう束ねて飾ったものとか、あとガーランドにてつなげて飾ったものとか、みんなスワッグだそうです。まあ家庭でね作っていたものですから、実はそんなに正解もないし間違いもないし、好きな感じに自由に束ねて壁に飾っていただければそれでいいかなと思っています。はい、こんな感じでね束ねてみました。さて、こうやって束ねてみましたらですね、これも一度輪ゴムで留めたいと思います。今度留めるのの輪ゴムはなんかこういう太い輪ゴムの方がいいと思います。で、一旦輪ゴムで留めてからお花の角度をですね見てみますね。さて、こんな感じで束ねてみました。で、あの根元をねこう輪ゴムで今留めてあります。で、こういう風にとりあえず輪ゴムで留めます。で、そしたらこのお花の角度が輪ゴムなので、輪ゴムなのでこっちを使うとこのお花の角度が直せます。なのでこれで、ちょっとお花の角度をですね、こっちがいいかなとか調整してみますとか、これはもうちょっと後ろがいいのかなとか、ここの位置にあると葉っぱが隠れちゃうかなとか、あとはそうですね、もう少しグッと引っ込めた方がいいかなとか、こういろいろ調整してみましょう。こんな感じどうでしょう。
こんな感じでいいんじゃないでしょうか。ちょっと壁にもかけてチェックしてみましょうね。はい、ちょっとこんな仮の紐をつけてですね、まだ完成してないので上は短くしてませんけど、こんな感じでぶら下げてみました。完成してぶら下げるとこんな感じになりますかね。どうでしょう。なかなかいい感じかなと思います。で、穴の向きもまあまあ良さそうですね。これで、お花の向きですとか、グリーンの長さとか、調整しながら、完成させてみてください。さて、今こう完成した感じですね。これを今度足をきれいにしたいと思います。で、今長さがバラバラなので、まあ、これぐらいにみんなきれいに切り揃えますね。で、この輪ゴムの部分を、麻紐でギュッと固定します。ではまず足を切り揃えます。硬いのでね、ちょっと頑張って切ってくださいね。はい、これで綺麗に切り揃えられました。で、次に一番最初に一番この長いやつを輪ゴムで留めましたよね。それがここに輪ゴムがあるんですけど、この輪ゴムをですね、取り除きたいと思います。はい、この輪ゴムを外します。いけるかな。これもし抜けなかったら切っちゃってもいいので、そうすると一番最後に留めたこの輪ゴムだけになってますよね。ここね、今結束してる部分がね。はい、でこの上からですね、麻紐でギュギュッと留めたいと思います。で、今回お花と一緒にですね、麻紐も同封しておきますので、同封されてた麻紐ね、使ってください。私あんまり太くない麻紐なので、どうしてもこれじゃなくても大丈夫です。なんかもっと使いやすい太い麻紐とか、なんかいい紐を持ってたらそれでも全然構いません。とにかくギュッと結べればそれでいいです。で、ここね、ここが本当にギューッとやってもらいたいところです。生花、お花っていうのはドライフラワーになると茎が痩せていきます。で、茎が痩せるということはもちろん細くなるということなので、ここをギュッと止めておかないとそのうち、抜けちゃうんですね。で、まあ、抜けたらまた直せばいいといえばいいんですが、抜けちゃうとね、また直すのも大変なので、せっかく作ったのなので、できれば抜けない方がよいしょいいので、こうギューッと、とにかくギューッとギューッとギューッと結んで固定してください。で、なんならこの麻紐だけでも私は可愛いかなと思いますが、まあ何でもいいですから、なんか取っといたリボンでもいいですし、あとダフィアとかでもいいですし、そういうのでここを可愛く束ねたいと思います。はい、じゃあ今日は私はこのラフィアでね、藁でできたリボンですね、これで束ねよう、これを買って飾ってみようかなと思います。ね、こんなのもね、そうだな、ハンズとかでも売ってるし、あと全然ラフィアって調べてもらえばアマゾンで買えますので、まあ簡単に手に入ります。で、こんな感じで束ねてみるとナチュラルで
ないかな。ね。ちょっと片側結びにしました。はい、こんな感じで完成です。はい、こちらですね、完成したスワッグです。どうでしょう、ね、こんな感じ、こんな感じ、ね、こんな感じで完成しました。今回の課題ね、全部ドライフラワーになるお花たちで、皆さんにお届けしておりますので、全部束ねてもらってこういう風に、スワッグにして、そのままドライフラワーとしてもね、楽しんでもらえると、2倍楽しめるかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、今回のスワッグ作りですね、これで完成です。はい、今月はワイルドフラワーウィンということで、皆さんに、いろんなですね、南半球のお花をお届けさせていただきました。動画ではこんなスワッグも作ってみましてですね、皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。今月もどうもありがとうございました。で、だいぶね、涼しくなってきましたし、そろそろいちごは秋のお花でいっぱいですので、また来月は秋のお花をお届けしていきたいなと思ってます。また、お知らせしますので、今後もよろしくお願いします。というわけで今月は以上で、お別れしたいと思います。どうもありがとうございました。また来月ね。またねー。